プロフィギュアスケーターでタレント、安藤美姫、34、が4日、東京スカイツリーで、安藤美姫スペシャルスケーティング&トークショーを行った。本物の氷を使用したアイススケートリンク東京スカイツリータウン、R、アイススケートパークが2年ぶりに、3月6日までの期間限定でオープン。氷上の状態を確かめるようにリンクインした安藤は、音楽に合わせ華麗なスピンなどを披露し、観衆を魅了。2022年初滑りを終え、やっぱり、自分のいる場所は氷の上なんだなと思いましたと充実の表情を浮かべた。いよいよ、来月に開催が迫った北京冬季五輪。二度の五輪出場経験を持つ安藤は、日本フィギュア界のメダル獲得に正直、男子の方が可能性はあると分析しつつも、選手がこれまで歩んできた道、時間に注目してほしいとアピールした。また、一部で報じられた北京冬季五輪に内定している宇野昌磨、24、トヨタ自動車と、女子で16年世界ジュニア選手権女王の本田真凜、20、JALの真剣交際について話題が及ぶと、私はノーコメですときっぱり。宇野選手にとって、本田真凜選手が支えになって今があるならいいことと話し、たとえ別れたとしても、そこをフォーカスして取り上げるのは、ちょっと違うと報道陣へ呼びかけていた。